はい、プラチャンネルです。今日も八坂団、先週大会の復習をしに三輪エリアに行ってみたいと思います。スタート。真っ白。寒い時ってベイトロット嫌よね。ああ、抑えるリール触りたくないんよね。手が冷やんよ。竿買いました。中古ですけど、これで今日釣りたいと思います。型番言ってください。型番、型番ってどこですか。やばい、ファンタジスタ。何？ FYNS60S60 って言ったね、今60じゃねえだ。60SULSMGS。やばい。どういう意味ですか。知りません。フィネスロットですね。で、釣ります。釣ります。はい、釣ってください。まあ、竿はね、使ってみないと分かんないからね。なやっぱり自分に合う合わんってあるじゃん。もう手が冷や。スピニング触りたい。ベイトロット寒いんよね。手が冷やくなる。芸能人持ちしようか。これって当たり分かるんかな、これで。なんで芸能人の人みんなこうやって持つんかね。釣り番組に出てくる芸能人みんなこうやって持つじゃん。教えちゃえよって思う。だって漁師さんとか乗っとるじゃん、一緒に。うん、ここ持った方が楽ですよとかって教えてあげればいいのに。ここ持ってこうやって巻くじゃん。持きにくいと思うよ。釣れね。釣れないし、手が冷やいし。おお、なんか違う。投げ心地が。どう違う。ふんじゃねえよ。どう違うんかっちゅう。今日の動画、クミさんバカがバレる。大丈夫よ、バレてるけ。ファンタジスタのやばいの。やばいロッド2人ともじゃん。スピニングのフィネス対ベイトのフィネス。あれ釣れないの。僕もその竿でかけてみたいんで、早く釣ってもらっていいですか。これはポジション変わってんね、多分。まあ減衰もあるしね。水温も1度下がってるし、これはちょっとやばいっすね。お、いい曲がり怖いです。釣れたよ。飛んでるかも。あ、全然違う。なにこれ。あの、全く感じが全然違う。ナイス。すごい。何？全然違うんだけど。この曲がり？やった。釣ったよ。おめでとうございます。はいね。よかったね、今。よかったね。なんだろう。ぬめーっと。ぬめーっとく。何？あ、当たってかな。だってフィッシングもなんかぬめーって感じ。よくないじゃない。
もう魚映ってるよ。ボートポジションで10メーター、11メーターぐらい。そこ道の上は5メーターぐらい。当たってる？当たった。乗ってるよ。あ、でもわかんないな。あの当たりがうまく飲めって感じ。飲めって感じ。分かったじゃろ。飲めは分かったじゃろ。はい。漢字がつかみたいね。うん、いいよ、もう一回。なんだろうね、あの。食い込み重視っていうか、違和感なく食ってんだろうけどさ、食ってる感覚がわからんっていうか、なんかんと思って合わせたら、あ、食ってた。んがわかんない、うん、時々映るんだよね、魚が。あ、来た、食った、うん、その一部。ちょっといいかも。あ、でもそんなでもないな。スーって浮いてくんな。なんでこんな早く浮いてくるこの人。こっからグーって強くなれ。大き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 くなんなかった。葉っぱ。あ、これ？ほんまじゃね。巻き絵みたいになった。ナイスフッキング。おい。あ、うんちして。今のは分かった。でもなんかこうピクピクって感じじゃないかな、うん、やっぱりウィッてこう入る感じ。もう向こうにこう違和感を全く与えさせないみたいな、こう普通に食ってますね。人間側がこの竿の当たり具合をこう感じ取る能力がいるっていうか、する回数増やしたら、ああこれ当たりって思うんだろうけど、まだちょっとイメージがちょっと違うな。あ、当たりなんだろうなって思うけど、ちょっとまだ違和感をこう感じ取る感じがする。でもバレなさそう、かけた時に。なんかなんじゃろうか、あの多分これ感覚じゃけすごいこう言葉にしにくいけど、かけて、あ、絶対バレんだろうなって思うもん。あとある程度でかくてもなんかこうバットはなんか強い感じがする。まあちっちゃいのしか釣ってないけど。もういいや、返すわ。僕ちょっと大きいの狙うんで。でも明らかにサイズ落ちてる。もうちょっと大きかったもん。当たった。ドラね。今のドラインような気がしたでも。
今日のお昼、セブンイレブン、いちごジャムパン。これ誰も多分見たいと思ってないよね、毎回やるけど。いちごまんコーナー、うん、しかもそれカットすればいいじゃんね、とっとのね。誰もセブンイレブンのジャムパン紹介してくれんといいよ。しかも紹介してないしね、毎回。食べてうまい。うん、まあ久しぶりに食ったジャムパン、うん、ジャムパンだわ。でも正直あのなんかあるじゃん、オレンジとかいちごじゃないやつ、うん、あれ苦手やね。やっぱジャムはね、いちごがいいよ。あのオーダーとかに投げてみたいな、だから感覚がわかるんじゃない。旧型に慣れてたけど、急にさ、ガンダムの最新機に乗れって言われたら困るだろう。今の話だとさ、旧のザクに乗っとるパイロットがさ、そうよ、ニュータイプじゃない人がニュータイプ機に乗るようなもんよ、それ。それよ、それ。うん、それは無理じゃない。一生。ニュータイプに今進化してる途中。毎回このブレークに引っかかるな。乗ってるじゃん。ずれてる、ずれてるよ。当たってた、あの運は。運が当たってたよ。今ドラゴンとか、ドラゴンとか。うわ、待って。目が変？あ、光ってね。出ました。出た。えい。ニューバンドしました。あたしと乗った。まだニュータイプにはなれないね。緑のザクに乗っとるけどね。ちょっと赤乗ってみていいよ。何すか？赤の。何すかこれ？っていう。マジすか？レバー多いっすねって感じ。まあディープすぎてわからんのもあるけどね。抜けた。入った。あ、お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 、食ったろ。食え。食ったか。食ったか。同じようなとこ通したのにな。負けちゃったな。お、いいな。サイズは一緒か。あ、でもちょっと飲んでるっぽいな。よいしょ。あら、進化がないよ。いや、いいよ。進化がないんだ。ほい。あ、でも、ちょっといいかな。
ちょっとだけ。よいしょ、ありがとう。じゃあね。あれ、なんでこっち来なかった？けどやっぱワンテンポ遅いな。パスパスって感じじゃないけど、うん、やっぱり来たんじゃない。うん、来てる来てる。はい、今日ずっとこんな、うん、このサイズだね今日は。ディープどっちが早く攻略するか選手権。攻略、まあどっちが早く釣るか勝負。まあディープっていうかこのエリアで。投げてるけどね。ああ。ここに投げた。なんか落ちてきたよ。あ、葉っぱか。それクロスやね、ほんまに。え、クロスした？ニュータイプの俺が負けるわけがない。考えられない。乗るのか。乗った。あ、ちょっといい。ちょっとだけ。ちょっといい。ちょっとだけ。三号ないかな。めっちゃ大きくならないかな。10メーターぐらい、やっぱり10メーターぐらいかな。あら、全然変わらない。しかもおい。変わんないね。でもやっぱりよいしょ、ありがとう。ちゃったわ。ごめんね、なんかニュータイプ出しちゃって。そこですね。ゴリゴリを超えると釣れます。まあそこがニュータイプと一般兵の違いですね。そこが百人称と千人称の違いぐらい違う。変わった。アニメ変わった。ディープの練習になったや。でも今日は、あ、あ、いや。イエーイ。
サイズは変わらないけど。おお。俺の勝ち。お。連発。でも貝殻。めっちゃグイングイン言うんだけど、グイングイン言うけど大きさが変わらんって。